動画をご覧いただきありがとうございます競馬の予想方法をラジオ形式でお伝えする競馬予想チャンネル今回は競馬の予想方法展開についてお話ししたいと思います、えー、突然ですがあなたは展開についてどんなイメージを持っているでしょうか例えばスローペースになりそうとかハイペースになれそうとか、まあ、そんな感じで考えている方も多いと思いますが えー、まずは自分で展開を考えて予想することが大事だと思っています、えー、一般的には先行場が多ければハイペースになり先行場が少なければスローペースになると考えられていますが、えー、実はそう単純ではないと僕は思っています、えー、展開を予想する上で、ま、メリットといいますかポイントというのは ハイペースになるかスローペースになるかというのを読むことで馬券を買う際に先行馬をメインに買うか差し馬をメインに買うか一つの判断材料にすることができるここがポイントメリットだと思いますえでは早速ペースの見極めポイントについてお話ししていきたいと思いますえまず1点目徹底先行型はいるか そうなんですけれども、例えばそのレースにおいて馬中を見て、どうしても花を切りたい馬、または過去過去のレースで全く花を譲ってないと、そういう馬がいるかどうかをまずチェックしてほしいと思います。もしここに該当する馬が1頭いれば、少なくても極端なスローペースにはならないと思います。まして、 そういった徹底先行型が1頭2頭または3頭以上いればかなりのハイペースになってサシウマユリと流れになる可能性も高まってくるのでまずここ1点目ですね見ていただきたいと思います続いて21番人気の客室はどうか1番人気の客室が例えば先行型もしくは逃げだった場合なんですけれども こういった場合は、一番人気が先行するから、えー、自分も先行して逃げていっても潰されるといった機種心理が働いて、えー、おそらく無理にせりかけてくるのはいないと思います。その結果、流れが落ち着いたものになる。逆に一番人気の客室が差し馬だった場合、その場合は同じ位置にいても差し切れないと。 そういった機種心理が働くと思われるので、なるべくその1番人気より前に行こ,うと思い行こうとすると思います。まあ、なぜならば、少しでも前にいて逃げ粘ってやろうという作戦をとると考えるからですで。その結果、どちらかというと前目に馬が集まって、えー、レースが長いで速いペースになると。こういった考え方ですね。そして最後に3番。 人気上位馬の客室はどうかここでは人気上位馬1番人気から5番人気と定義したんですが例えばこういった上位人気馬に先行馬が多かった場合この場合はお互いがお互いの機種がですね楽に逃げ切らせてはいけないとそういったし心理が働いてどうしてもお互いが前に前につけようとしますその結果 ハイペースになって結果的には差し馬が飛んできたりするケースもあります。反対に上位人気馬に差し馬が多かった場合こういった場合はえお互いが早めに仕掛けると刺されるんじゃないかとこういった心配をするために一取りが後ろ寄りになって仕掛けも遅れて結果先行有利で前残りといったケースもあります。以上簡単に展開 ペースを推測する上でのポイントを3つ挙げたんですが、えー、もちろん予想通りにならないこともあるかと思います、えー、ただし、えー、こういった視点でペースを考えることが、えー、展開予想をする上で重要だと思いますし、えー、これを繰り返していく中であこういった視点が大切なんだなとかこういった場合はハイペースになるんだなという、えー、経験といいますかコツが分かってくるかと思いますのでそうすると非常に 自分自身で予想していても楽しいものになるのかなと思います。えー、以上より、えー、単に先行場が多ければハイペースになって先行場が少なければスローペースになるというわけではないということがわ、えー、かったかと思います、えー。ではそこで今日のまとめです。えー、最後ですね。 ちょっとこれだけ話しておいてというところもあるんですがそうは言っても現代競馬においては先行よりが基本、えー、毎週競馬をやっていてもやっぱり先行馬が結局残るよなという感想を持たれてる競馬は多いと思いますですのでどんなレースにおいてもあくまで軸馬は中段より前につけられる馬を選ぶことが僕は理想的だと思っていますその中でまあ相手の 紐選びの一つの参考として、え線香ばを多めに買うか、刺し馬を多めに買うか、こういった見極めをするときの材料として展開予想をするということが、えー、大切な一つの的中への近道かなと思いますので、えー、今日はその点についてお話しさせていただきました。では、動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた。